コシユースケさん、武井さんがもしブレーキメジャーに行っていたら、イチロー選手のような大記録を達成できていたでしょうかできないだろうね。あんなにヒットを打つことはできないと思います。あの、絶対。イチローほどあんな、あの、バットコントロールみたいなことには、俺は多分できないと思うな。 でもな、まあまあ面白い選手になってただろうなって思いますけどね、なんか。わかんないよ。やってないからね、なんとも言えないけど、でも野球やってた時は中学も結構全国クラスの中学だったけど、そこでも首位打者取ってたし、なんだろうな、社会人野球とかやった時もすぐ140キロとか出たし、ほとんどやったことねえのに、うん、そういうの考えると、 そうだな。野球毎日やって、高校、大学とかやってたら、150キロとか多分出ただろうし、ピッチングもそこそこいけたと思うしな。まあでも、野手の方が良かったろうな。足早くて10秒5とかで走る人いないでしょあんまり野球選手でも。足も速いし、まあの、そんなにバッティングもひどい方じゃないから、プロのあの現場で。 ああいう150キロクラスのがパーンって来たのに反応してこうヘッドを出していく練習を毎日やればそこそこの成果を出せただろうって自信もあるけどでもやったことないことにこうできるって言っちゃうのはやっぱおこがましいからそれはプロの人たちのは全然あの野球技術上だから何とも言えないけどでも古田さんとかに一回あのすごい褒められたことあって運動会やったりあの古田さんたちで野球毎年一回やるんだけどその時にお前やっぱりすごいなって言われて ちっこいけどやっぱパワーが他のでっかいやつよりあるよなっつって負けないもんなみたいなこと言われてだからそのぐらいパワーあって足も速くてクレーバーだったら野球やってても絶対俺たちと一緒にやってただろうなみたいなお褒めの言葉をいただいたことがあってそれ今までで一番嬉しい評価だったねもう本当古田さんにそれ言われた時に人生間違ってなかった良かったっていう古田さんも大概身体能力高いのよ あの人メガネだから、ちょっとこう伸びたくんみたいなイメージ持たれてて、キャッチャーとしてこう頭脳派みたいに思われてるけど、頭脳派な上に、マジで身体能力抜群。あの体とか道具とか技術を操る、やっぱり、あの考え方を、まああの間違いなく、何の競技減らしても上達する人の考え方をするから、あの人ほんと能力高い。さらにその上に、 ビジネスも成功させて、なんだろ、社会的にも知名度を得て、あの、おしゃべりも上手でしょ、冗談も言える。まあ、なんかすごい似たタイプの考え方をスポーツとか世の中にするタイプの人、こんな人いるんだって、俺びっくりした。プロ野球選手、こんなにクレバーで横幅広い人いるんだ。そら、あの成績残すわなってもう思った。古田さんに、そういう古田さんにこう褒められた時、 野球やってたらお前絶対俺たちと一緒にやってたかもなって言われた時は、すごい嬉しかったね。なんかね。うん。また一緒に野球やりたい。